こんにちは、お片付け研究室チャンネルの P です。今回は子供の片付けは簡単にできることからというテーマについて、整理収納アドバイザーエミさん著、お片付け育始めましたをもとに考察していきます。この動画を見ることによって、子供の自分でやりたいといった気持ちを尊重し、楽しみながら一緒にできる片付け方法を学ぶことができます。それでは早速参りましょう。突然ですが、子供部屋がおもちゃでぐちゃぐちゃ、片付けてと言えばやってくれるけど、すぐ元通りになってしまう。このように家事育児に奔走する子育て世代のママたちが悩みを抱えていたら、あなたは何とアドバイスしてあげますか？もしかしたらそれは、しつけとしてお片付けを教えすぎてるのかもしれません。今回ご紹介することは、本書のタイトルにも使われているお片付け育という言葉を参考にしたいと思います。お片付け育とは、片付けを通して自分のことを自分で決める心を育むこと。子供は親が思っている以上に自分でやりたい気持ちと自分でやれる力を持っています。今回ご紹介することを実践していただくと、お片付けを通して子供の自主的に動く力を育成することができるようになるでしょう。それじゃあ具体的な方法を解説していきます。一言で言うと、子供が楽しくなるお片付けの仕組みを作ろうです。夢中になっておもちゃで遊んでいた子供は、遊び終えた途端違うことに意識が向き始めます。子供の片付けを継続させるなら、子供の意識がいくら違うところに向いてしまっていてもできる、簡単に片付けられる仕組み作りが重要になってくるのです。ここでは、子供が楽しくなる片付けの仕組み作りについて3つのポイントに絞ってみました。管理できる収納範囲とワンアクションの片付け術、毎日の使用スペースでできる片付けの工夫、家族が協力して片付けをブラッシュアップしよう。ここからさらに詳しくこれらを一つ一つ解説していきます。管理できる収納範囲とワンアクションの片付け術。まずはじめに、管理できる収納範囲とワンアクションの片付け術について解説していきます。本書では、幼稚園、保育園など子供がたくさん集う公共スペースでも実践されているお片付けの方法が取り上げられていますが、ここではその一部をピックアップし、主に2つのポイントに注目してみました。子供が管理できる量を収める収納ケースを用意する。まずはじめに、収納ケースを用意する必要がありますが、何でもいいということではなく、子供が管理できる量を収められるものを用意することが大事となります。例えば、小さなカゴやボックスだと使いやすいですね。3歳前後の子供が管理できる範囲には制限があり、複数の箇所を整理整頓することはできません。年齢とともに段階を踏んでお片付けを学ぶ場合、まず収納ケースという小さなスペースから管理することが大切と言えます。ワンアクションで片付けができるようなルールを作る。次に、ワンアクションで片付けができるようなルール、仕組みを作ることも重要になります。例えば、遊び終わった積み木をお片付けするとき、次のようなステップを踏むはずです。 1. 積み木が散らかっているところへ収納ケースを持っていく。 2. 積み木を並べて収納する。 3. 収納ができたら、積み木を入れた収納ケースをまた元の位置に戻しに向かう。分解してみるとわかりますが、これら一連の動作は複数のアクションによって成り立っているものです。もし積み木を収納ケースにうまく収められず並べられない場合、並べ替えるというアクションも追加されます。これら一連の動作は、言ってみれば一つの遊びですし、知育玩具の特性ですので、子供が夢中になってやってくれれば何も問題もありません。しかし、お片付けの観点から見るとどうでしょう。つまり、お片付けをする上で複数の動作が必要になるということは、一気に難易度をアップさせてしまう原因になりがちなのです。片付けるのが大変だな、嫌だなと感じてしまったら本末転倒ですよね。じゃあ、どんな片付けをすればいいの？というと、実は意外と簡単にできることがあります。つまり、ポイッと放り込むこと。これこそワンアクションでできるお片付け。ワンアクションで済ますお片付けを実行するには、子供の使うスペースに可能な限りワンアクションで完結できる仕掛けを散りばめること。また、ワンアクションで済ませられるスペースを用意、そして管理することが必要になります。
それだけでいいなら簡単かもと思ったら、ぜひ実行してみてくださいね。毎日の使用スペースでできる片付けの工夫。続いて、毎日の使用スペースでできる片付けの工夫について解説していきます。ここでは、本書で取り上げられたワンジャンルワンボックス、毎日の身支度について主に解説していきます。ワンジャンルワンボックス。おもちゃがたくさんある遊び場を管理する際に、ぜひ実行していただきたいのが、こちらのワンジャンルワンボックスという収納方法です。ワンジャンルワンボックスとは、扉もなければ蓋もないボックスを用意し、おもちゃの種類ごとにボックス別で片付けようという収納方法です。可視化しやすい、持ち運べるなど様々な利点がありますが、最大の特徴は放り込むというワンアクションのみで収納が完結できることにあります。そう、こちらは先ほどのワンアクションの話からの派生とも言える収納方法になります。遊びやすくて片付けやすい環境を整えてあげる。それは自分の片付けではなく、子供に聞いてみて一緒に試行錯誤していくことにもつながります。毎日の身支度。毎日身支度で使う場所は、お片付けが整っていないと身支度で必要なものをいちいち探さなくてはいけないなど、何かと時間や手間がかかってしまいますよね。本書では、子供のそれぞれの年齢に応じた身支度に関わる片付け方法を紹介していますが、ここではその中の一部のお話をピックアップしてみました。例えば、0歳から2歳の子供の場合、まだ0歳から2歳前後の子供は、当然自分で身支度をすることができないため、お母さんが主に準備を手伝ってあげる世代になります。お母さん側から見たら、子供に目の届くところでさっと手が届く収納場所を作り、また管理することが大事だと言えます。もし子供が幼稚園、保育園に入り、お母さんの仕事復帰が叶ったら、洗面所にお母さんの身支度グッズを集中させることができますね。例えば3歳以降の子供の場合、3歳から上の子供は少しずつ自分たちで身の回りのことができるようになります。子供が身支度を自分でできるようになったら、お母さんができることとしては、子供がより身支度しやすい空間や仕組みを作ってあげることだと言えます。それはお母さんの側からしても使いやすいこと、また管理しやすいというメリットにつながります。以上までは赤ちゃんから小さい子供時代の例になります。詳しくは本書にて子供のそれぞれの年齢に応じた片付け方法をおしゃれな写真付きで紹介していますので、気になった方はぜひチェックしてみてくださいね。家族で協力して片付けをブラッシュアップしよう。最後に、家族で協力して片付けをブラッシュアップしようについて解説していきます。ここでは、本書で紹介されている著者エミさんの家族会議の例を取り上げてみます。著者の家庭で何かしら問題が発生すると家族会議が開かれているとのこと。例えば洗面所で脱いだ洋服がカゴに入れられず散らかっていたことが発覚しました。まず会議の中で理由を尋ねることから始まります。するとカゴの入り口が小さくてうまく入らないとのこと。これは片付けしようとした子供本人でないと知ることができなかった原因。親の立場ではなかなか気づけない理由は聞いてみないとわからないものです。そうして原因がわかったら対策を立てていきましょう。先ほどの洋服入れのカゴの例で言うならば、今家にある使い勝手がいい別の入れ物を試しに置いて様子を見てみます。もし問題が無事に解決されたなら、今ある入れ物を使うのか、新しい入れ物を購入するべきかを判断します。そして、改めて入れ物を設置したならば、それを家族みんなに伝えます。という流れによって、家族みんなで話し合い、小さなことでも問題解決に至る一例をご紹介しました。参考にしてみてください。では最後に、この動画の考え方をまとめて振り返っていきます。まず、子供の片付けはワンアクション、ワンジャンル、ワンボックスで簡潔にということ。そして身支度など日々の暮らしにも影響する片付けは家族みんなの問題ということ。子供の片付けを楽しく行ってもらうにはワンアクション、つまり簡潔に済むような片付け方法を提案してあげることがおすすめということでした。子供にとっては複雑で難しい片付け方を押し付けたとしたら、それによって片付けが嫌いになってしまうこともあるのです。片付けが楽しいものだと分かれば、
子供は自分で率先して片付けを行うようになります。ぜひお片付け育を通して子供の自立した心を育ててあげてください。以上で子供の片付けは簡単にできることからの解説は終わりです。概要欄に今回ご紹介した本のリンクを貼ってありますので、ぜひチェックしてみてください。お付き合いいただきありがとうございました。このチャンネルではお片付けに関する本を紹介しながら、お片付けが暮らしや人生にどのような影響を及ぼすのかを研究し、お片付け上級者やお片付けのプロに役立つ情報を配信していきます。気に入っていただけたらチャンネル登録やいいねをいただけると嬉しいです。またこのチャンネルの運営会社アシストでは公式 LINE のご登録をお待ちしております。お片付けや出張買取などのご依頼がスムーズに行えるほか、有益な情報もお届けしています。詳しくは概要欄にリンクが貼られているのでチェックしてみてください。それではまた次の研究動画でお会いしましょう。バイバイ。